ゃあ行こう。はいどうぞ。そこだ、次、ペリー。はい、はい、グイ、大丈夫。Thank you.
庄司選手お疲れ様でした。まあ、まずは、初の対外のトレーニングマッチでしたけど、まあ、試合全体通して庄司選手はどんな印象ですか？そうですね、まあ、キャンプで疲労が溜まってる中で、どれぐらいのパフォーマンスを、まあ、全体含めそうですけどチームとしてもどういうパフォーマンスをできるかっていうのを一番、まあ、監督も注目してたと思いますし僕たちもそれを求めてたので、まあ、初の対外試合にしてはいい結果だったんじゃないかなと思います。まあ、今日はちょっと寒いですけれども沖縄の、まあ、こう気候だったりピッチ、はい、練習環境どうでしたか？そうですね、まあ、非常にいいホテルとあの練習場も素晴らしい環境を用意してくださって、まあ、関係者含めいろんな方に、ね、やっぱ感謝しないといけないなと思います。あの庄司選手個人として、まあ、ここまでキャンプの方はどうですか？まあ、順調かどうかとかそういった意味ではどうでしょうか？まあ、あの順調ですね、はい、であのいい筋肉の張りもしてますし、まあ、非常にコンディションも整ってきて、はい、まだまだここからでも上がっていくかなと思います。まあ、個人的には見てると非常に周りの選手への声掛けだったり、まあ、あのちょっと印象だったのはやっぱり勝ち癖をつけようということを、まあ、言われているところがちょっと印象的だったんですけれども、まあ、その辺こう庄司選手として意識していることとかあったりするんですか？まあ、あの普段からね、あの試合中はやっぱ声を出すポジションにいますしそこは僕の武器の一つですし、まあ、あのこれからね練習試合がどんどん増えていって内容が悪くても勝たないといけないっていうのはこれ先シーズン始まりは絶対ありますし、ね、内容も求めて結果もてか理想ですけどそうじゃないとき内容が悪くてもいかにこう勝っていくかっていうのは絶対勢いだったりそういうねこう勝ってきた経験っていうのが必ずいきますし、まあ、そういうの含めて自分のコンディションとかチームのなんていうんですかね誠実度とか考えてもまずやっぱ勝たないとっていうところを、はい、意識します。じゃあ改めてもう町田で待ってるファンサポーターにちょっと一言メッセージをお願いできますか？はい、まあ、まだ皆さんの前でねプレーしてるところっていうのはまだ見せれてないのでしっかり怪我なくキャンプで1年間戦える体を作って皆さんの前でプレーできるのを楽しみにしています。応援よろしくお願いします。